最近船長のことをえっな目でしか見てません。こんな僕は男子いかがでしょうか。ということがね、いただきましたんですけども、いや全然いいんですよ。いいんです、どんな目で見てくれても構いません。妄想だけなら自由ですからね。実際にね、何かするってなったら、まあまた別問題ですけど、妄想するくらいはね、自由です。どんな目で見ても構いません。あの船長のね、上に着てる服をね、あの剥ぎ取った姿で勝手に見てもらっても船長はまた構いませんよ。でもまあそれはね、船長には見えないことですから、自由自由、団員失格なんてことはありません。団員って言うとノエルの白金聖騎士団と被るから、一味って言ってください。一味ってここ船長のね、あの住み分けポイントだから、住み分けポイントだから